熊谷信直。熊谷信直は、戦国時代の武将。安芸国の国人で、安芸武田氏家臣、後に、毛利氏家臣。平安時代末期に平氏との戦いで活躍した、熊谷直実の直系の子孫である。安芸国の国人領主であり、安芸の守護を務めていた、安芸武田氏家臣となっていた。父の元直は、武田元重に従い、永正14年、1517年に、毛利元就率いる吉川、毛利連合軍と戦い、有田中入れの戦いで討ち死にしている。この一件もあり、この頃は、毛利氏と敵対関係であった。大永4年、1524年に、周防、長門の大名、大内義興が安芸に侵攻し、安芸武田氏の居城、佐藤銀山城を包囲した。大内軍の一部が山、入庄まで進出したため、八木城主香川義景らの支援を得て、大内軍を打ち破った。同年7月には、父の仇であった、毛利元就の指揮下に入り、香川後継、三須房清らと、大内包囲軍に奇襲をかけ、散々に打ち破った。仇であった、元就の戦いぶりを間近に見た信直は、元就に対する認識を変え、毛利氏との和解へとつながった。大永7年、1527年に、同じ安芸武田家臣の船山城主、山中清介が信直を暗殺しようとして失敗。3年後にこの仇を討ち、弟の次貴族、家臣の岸添直清、末田直道らと謀って、山中清介兄弟を討ち取った。天文2年、1533年に、所領の問題と、武田光和夫人であった妹への待遇への不満、大内氏、毛利氏、熊谷氏の密約が漏れたこと、信直が武田氏の所領を横領したことなどで、武田氏と対立。ついには、自身の居城である山入高松城が攻撃を受けた。兵力は1004で、それを二手に分け、山入高松城を攻撃するのは総大将、武田光和以下、品川信貞他200、もう一軍の総大将は、武田はじめ門の友野茂清、それに従うのは、香川後継、小井直行、熊谷一族の山田十人、恩師な家行、飯田義武、板垣茂人などのそうそうたる顔ぶれであった。それに対して、熊谷勢は信直を総大将とし、弟の次貴族、末田直忠、直久兄弟、岸添清次、水落直政らがこれに従った。山入庄に侵攻した、友野茂清率いる武田軍は山入横川表に進出し、防備を固めていた熊谷信直配下300と激突した。この横川表の戦いにおいて、少数の熊谷勢は奮戦して、総大将の友野茂清を負傷させた。また山入高松城へ侵攻した本隊も多くの死傷者を出し、撤退を余儀なくされた。これを横川表の戦いという。この合戦を機に、毛利氏との連携を強め、その指示へ従うようになった。天文9年、1540年、出雲の戦国大名、尼子千久、後の尼子晴久が安芸に侵攻。毛利元就の居城、吉田軍山城へと攻め寄せた。また牛尾美幸清が、兵2000を率いて、佐藤銀山城に入り、周辺を伺った。籠城しながらも、毛利元就は、神出鬼没の戦いぶりで、尼子軍を翻弄し、大内氏の援軍として、東隆房が兵1万を率いてくると、翌10年、1541年に、尼子千久は撤退した。信直は山入高松城を守っていたが、佐藤銀山城内の牛尾美幸清が撤退するに、及び、八木城主香川後継と追撃をかけるが、間に合わなかった、吉田軍山城の戦い。同年5月には、元就の命に従い、宍戸高家、香川後継らと、九州、安芸武田氏を攻撃。佐藤銀山城を包囲して、ついに落城させ、安芸武田氏当主、武田信実は、出雲に逃亡した。これにより、鎌倉時代より続いた、安芸武田氏は、終焉を迎えた。天文11年、1542年、大内義隆は、勢力の衰えた尼子氏を討つべく山口を出陣。途中、山入庄の観音寺に宿泊して、出雲へ侵攻した。赤名城の戦いで、熊谷勢は苦境に立たされ、信直の弟次勝続が討ち死にした。その後、合山戸田城を包囲攻撃するも、吉川意経らの寝返りもあり、結局合山戸田城攻略に失敗。熊谷勢も無残な退却戦となり、香川光景らと共に退却していたが、出雲飛の巣川で、一騎衆の襲撃を受け、乱戦の後に死地を脱した合山戸田城の戦い。天文16年、1547年には、娘の薫桂、新城局を毛利元就の次男、吉川元春に嫁がせ、毛利氏との関係を強化し、一門衆として扱われるようになった。天文17年、1548年8月、信直は元就と共に山口の大内義高を訪問。翌年の3月まで山口に滞在した。そして、天文19年、1550年9月、元就の命を受け、合山戸田城の戦いで煮え湯を飲まされた、幽閉中の吉川意経を、天野高重と吸収して殺害した。意経の首は信直家臣の末田忠どもが取った。天文20年、1551年、大寧寺の変で、大内義高が家臣であった、藤孝房の謀反により応死した。毛利氏は徐々に独立を志向し、当氏率いる大内氏に従属を続けながらも、安芸国内の統一を目指した。翌21年、1552年は5月に、備後で、尼子氏と対陣。7月には、祝帝金を攻撃。9月には、義高の残党が立てこもる脇土山城を攻略、平賀高志洞を討ち取った。また翌22年、1553年には、各種城主、三村家親を支援した吉川元春に従い、備中猿係城主、正為氏を攻撃して降伏させた。天文23年、1554年、折敷畑の戦いでも、吉川軍主力として奮戦。東軍を掃討し、宮川防長を自陣に追い込んだ。同年6月、東軍の残党を打ち破り、廿日市周辺を制圧した。同年9月に、毛利軍は、信直の婿であった、野間高重がこもる矢野城を攻撃した。野間高重実の妻は、信直の長女であったため、隆実は信直を通じて降伏したが、3、入省に移送されて暗殺された。基本的に降伏した者を許す元就であったが、当氏との決戦を目の前にしてやむを得ず緊急措置に至った。天文24年、弘治元年、1555年、東晴方、高房より、海明率いる大内軍2万が厳島に上陸。毛利軍の拠点で、小井直行がこもる島内の宮尾城を包囲攻撃した。信直は4人の息子光直、直清、高誠、三高司卿らと兵を率いて、落城寸前となった宮尾城への援軍として入城した。旧暦10月1日に、毛利元就率いる本隊が奇襲をかけた際に、城から打って出て、東軍を撃破、晴方を討ち取った、厳島の戦い。同年の防長計略にも参戦、岩国へ進出して、杉隆隊の倉掛山城を攻略した。翌弘治2年、1556年から3年、1557年にかけて山口を制圧。逃亡した大内義長を追って、長門勝山城を包囲し、内藤高重は自陣。降伏した義長も、最終的には自陣して果てた。永禄元年、1558年には、岩見で和に進出して、小笠原長尾を破り、福谷高兼も打ち破った。12月には、中村康之と岩見最大の国人であった、増田富士堅を降伏させた。これらの功もあり、13代将軍、足利義輝は、永禄3年、1560年、信直を、伊豆守に叙任した。翌年には、毛利氏に降伏していた、本城上皇を暗殺。この時、信直も、軽傷を負った。永禄5年、1562年10月、元就率いる出雲遠征軍の一員として、出雲白鹿城を攻撃。城主、松田誠穂は必死の防戦に努めたが、白鹿城は落城し、毛利軍は攻略に成功した。同年冬には、出雲荒井骸に陣を築いて、月山戸田城攻略の拠点とし、熊谷伏もそこに滞在して、次の戦いに備えた。何度かの攻城戦の結果、元就は攻城の無理を悟り、長期包囲作戦に切り替えた。そのため月山戸田城内の兵糧は底をつき、徐々に逃亡兵が出るようになった。永禄9年、1566年11月、尼子義久、道久、秀久兄弟は降伏し、大名としての尼子氏は滅亡した。永禄11年、1568年、吉川元春に従い熊谷親子は、北九州に進出。博多を望む要衝、筑前立花山城を包囲攻撃し、援軍に現れた大友軍と激突した。橘山次郎は落城し、毛利氏の手中に収まったが、大内輝弘らが周防に乱入したため、橘山次郎を放棄して、輝弘を討った、大内輝弘の乱。信長は、元春と共に、中国地方各地を常に、吉川軍の主力として転戦。最終的には、国衆最高の16,000石を得た。しかし天正7年、1579年に、嫡男の光直が病死、嫡孫の玄直を補佐し、文禄2年、1593年に病死した。墓所は、居城のあった三入高松城のふもと、土井屋敷の近くにあった観音寺跡。毛利氏と共に、熊谷氏が傍聴に違法された後も子孫は、墓参を行っている。信長は武勇に優れた勇将であり、毛利氏に重用された。しかし子煩悩で家族を大事にした信長にとって、一つだけ大きな悩みがあった。それは、娘の薫桂が凄まじく顔が醜かったことであり、娘の嫁ぎ先が見つからなかったのである。しかし、天文16年、吉川元春がその娘をめとりたいと申し込んできた。もちろん、信長は政略的な目的があってのことと理解していたが、子煩悩な信長としては願ってもないことだったので、それを承諾した。薫桂は後に、新城局と呼ばれ、元春と彼女の間に生まれた子が、元長、元氏、広家である。もともとは政略結婚とはいえ、元春はこの妻を深く愛し、他に側室を持つことはなかった。親としては言うことはなかったであろう。以上は、千夜の著作、陰徳太平記を元にした話である。しかし、吉川広家が存命中に成立した可能性がある、江戸時代の安政軍策には、元春、夫人、熊谷氏の器量が悪かったとの記述はない。武田光和に嫁いだ、信長の妹は、絶世の美人であり、この妹を、秋武田氏が離縁したことも、熊谷氏が、秋武田氏から離反する原因となっている、叔母と姪で養殖が、そこまで違うのかという疑問もあり、本当に不器量であったかどうかは不明である。また他に、香川氏、山内氏、天野氏に娘が嫁いでいるが、その娘たちには、しこめの伝承は残っていない。しかし、岩国藩の香川正則の陰徳記に、器量が悪いとの記述が現れ、千夜の陰徳太平記に継承されている。後世、香川氏が熊谷氏に対する嫉妬心でこの記述を追加したという説がもある。しかし前述のように、香川広景も信長の娘を妻としており、香川正則は香川広景の子孫ではなく、熊谷氏の血は流れていなかったとはいえ、なぜこのような記述に及んだかは不明というたない。これについては、吉川元春が自らを女色に溺れさせないように、戒めるためあえてしこめをめとったとも言われ、むしろ元春を検証するための創作である。可能性も考えられる。ちなみにあえて仕込めを妻にめとった逸話としては、諸葛孔明の嫁選びがある。一説によると、信長の娘は、もともとは絶世の美女であったが、疱瘡を病んだせいで顔が醜くなり、熊谷信長はこれを理由に婚約を辞退しようとしたが、元春の側が、そのような理由で約束を違えるのを清しとせず、結婚したとも言う。これも、明智光秀に同様の逸話が残っており、事実かどうかは疑問が残るところである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。